こんにちは、ノックさん。今回も台湾のね、感染封じ込めの手法を解説してくださいました。ありがとうございます。まあ、皆さんもご存知のように台湾っていうのは今回の感染症に対してですね、最も効果的に対策を打った国だと言えます。でもそのスタートっていうのは結構皮肉でですね、総統選がありましたよね。国の元首を決める大会ですけども、大きく分けて中国を擁護する人と親中派ってやつですか、それから中国じゃなくて我々は自国でやっていくんだっていうね、今の蔡大統領がいますよね。こちらの一騎打ちだったわけなんですよ。で、結果的には蔡大統領が圧倒的な支持を受けて当選したわけなんですけども、その時に中国がね、台湾に対してものすごくね、へそを曲げちゃったんですよね。というのが、中国から見ると台湾っていうのは自分の国の領土の一部っていうふうに思いたいわけなんですよ。で、思ってるわけなんですよ。でも国際社会は中国も一つの国、台湾も一つの国だから、それぞれに元首がいて、それぞれに主義主張があるよねって考え方なんですよね。それが論より証拠、中国っていうのは共産党ですけども、台湾っていうのはおそらくですね、これ自由なんですよね。資本主義経済なんですよね。だから日本とかアメリカとちょうど歩調を取ってうまくやっていけるような国だと思うんですよ。ところで WHO っていうのから台湾っていうのが排除されたっていうことがありましたよね。だから台湾っていうのは中国から見て何としてもね、自分の配下に置きたい国の一つなんですよね。でも今回それが皮肉になって、台湾を排除したものだから、台湾への、ね、渡航禁止を出したものだから、結局感染者って台湾の方に最初からほとんど行かなかったんですよ。で、その上で日本をはじめ他の国が試行錯誤するものするところをですね、遠くから見ていて対策をしっかり立てたんで、今でも感染者ってのが増えてないっていう状態なのかなと思います。で、私がね、ここで思いたいのは、台湾だけがものすごくね、有利で優れていたのかって思うと、そうではなくって、やっぱりね、いろんな国が最善を尽くしていろんな方法であの手この手の試行錯誤をしたと思うんですよ。で、その結果何をすればいいのかってことが少しずつ分かってきた。でもそれと同時に広がる感染者対策とか情報統制もしなければならないって国が、ところが台湾以外の国にも結構あったと思うんですよね。でも台湾ってのはやっぱりね、幸か不幸か皮肉なことに、最初そういうふうな感染された方がね、入ってこなかったっていうところがスタートラインだったんで、しっかりとね、対策を打てたんじゃないかなと思うんですよ。そして一定のレベルでの強制力があり、一定のレベルでの蔡大統領の圧倒的なカリスマ性があって、まあ、きっとね、大統領の言うことをみんな素直に聞いて協力的だったと思うんですよ。信頼されている政府だったということなんですよね。でも翻って日本はどうでしょうか。やっぱり安倍総理に信頼を置いてない人が結構ね、いるんですよ。森友事件とかね、桜を見る会、揉めに揉めまくった後でごまかしながら、極めつけは黒川検事総長、そして赤木さんの奥さんの指揮を無視する、あの政府のね、官邸の何と言いますかね、態度ですからね、国民の多くがもう鼻じろんだのも仕方がないのかなと思うんですよ。その時にいくらね、安倍総理が対策を打っても本当に当てにできるのかなっていう形で、国民の動きが遅かったのが、前回のね、江ノ島にみんなで行っちゃったみたいなところも出てるんだと思います。要するに、統治がうまくいってないんですよね。だから本当に言うことを聞いたらうまくいくんだろうかって多くの人が思ってるってことなんですよね。やっぱりリーダーってのは信頼されて、リーダーとしての神輿の上に上げてもらうっていう感覚なんですよね。リーダーが支配者だと思ってしまうと、国民の心はすぐに離れてしまうっていうことになっちゃうのかなと思います。特に今回安倍総理ね、マスク結構、欠陥品が多かったみたいで、一生懸命マスク作ってくださった方とか、それからね、配送に参加してくださった方の名誉まで傷つけちゃったのかなと思います。やっぱりリーダー次第でですね、その部下といいますか、その周りにいる人たちが誇り高く仕事ができたり、こんなリーダーの下でやるの嫌だなって思ったり、対応は様々ですね。さあ、皆さんは今日本という国どういうふうに見てるでしょうか。いろいろとね、最善を尽くしてくださっていること、私も本当にそうだと思います。ただ自分に対して個人的に最善を尽くしてくれない、崩してくれないなっていうふうに感じてらっしゃる方がいるのも確かです。例えば店舗を休業した時の保証が出ていないとか、家賃が苦しいの分かってくれないとかね、で、ハンコを押しにリモートワークが希望なのに、ハンコを押すために出社しなければならないと、いろいろありますね。はい、ノックさんありがとうございました。今回もね、感染者ゼロを達成した台湾の対策とはっていうところでお話しいただきましたけども、私なりの考え方を話させていただきました。ありがとうございます。